在広場に展開している区間確保についてご説明します。区間で左側の黄色で表示された確保は155ミリ榴弾砲 FH70 陸上自衛隊の主力確保です。その右側の青で表示された確保は203ミリ自走榴弾砲で陸上自衛隊が装備。
砲手、副砲手、操縦手、2名の弾薬手の合計6名で砲の設置から射撃までを行います。
Thank you.
の12式地雷原処理車が右の台及び左の台で地雷原処理用ロケット弾の放射準備を開始しました。7両式戦車小隊が障害処理を妨害する